びっくりした。うちは何十キロの世界だあれ。片ひれだけでもう3キロ近くあります、ね。はい、すくすくマンです。今日はですね、前回この間ですね、だいぶ前にお料理してて干しといたエイヒレができたんです。実食していこうと思います。こちらちっちゃい A の方ですね。こちら網がね見つかったんで、網に干し直して大きい方の A ヒレ、こちらも完成いたしました。まあベランダがね素晴らしい香水の匂いがしてましたけれども、今日はこちらを実食、まあ焼いてね、ちょっとね日本酒で釣りの談義でもしながら食べていこうかなと思ってます。ずいぶん違いますねこれ。ちっちゃいエイのもう全部、これは大きいエイの一部。ああ、どんな味の違いがあるかちょっと食べ比べてみましょうね。いやー、やっさ、こんだけでっかいと約半日ぐらい漬け込んで、さあすごいな。はい、こんな感じでね洗濯バサミで外に干してみました。焼いていきますね。こいやさ、まあ、ちっちゃいのと大きいの、結構ねいい香りしてますよ。こんな感じでね遠火でやっていきましょうか。家の中なんだよね今日は。本当はね海が見えるところで炭火でやりたかったんですけどね。ちょっとこれはきめ細かいね、結構柔らかい、柔らかいですね。焼き上がりました。うはっ、いや、いい感じで焼けてますね。楽しみですね。準備が整いました。さあこちらはお酒熱燗つけときましたね。ヒレ酒にして飲んでみようかなと思ってます。とやっぱり定番のマヨネーズですね。マヨネーズにさらにちょっとね辛味はね紹介しようかと思いますよ。今日の一級品はー大阪無限さんのマーラータンの素というわけでね、ま、こちらのマーラータンスープの素なんですけども、大阪のマーラータンの無限さんっていうところで作ってる素です。とても美味しくて取り寄せたんですけれども、こちらを今日はエイヒレのマヨネーズの辛めに使ってみようかと思ってますよ。おお、これね香りがとっても良くてね、なんかね薬効効果っていうかスパイシー、めちゃくちゃスパイシーでものすごく元気が出るっていうことで、吉本興業さんのタレントさんなんかもよくこちらでね元気つけるためにしているみたいなんですよね。おお、キレをね意外とね柔らかいですね。日本酒の中につけてヒレ酒にしておきますね。ポロポロっとね柔らかく仕上がってますね。じゃあいただきます。先日小湊漁港ちょっと行ってみたんですけどもね、奥の駐車場はね関係者以外立ち入り禁止で、有料駐車場はいいみたいでしたね。釣りは OK なんですけどもルアー禁止ということだったんでちょっとパスしましたね。浜荻港を行ってみてちょっとアジングでもしようかなと思って行ったんですけど、こちらは全面まあバリケード工事やってるみたいな感じで関係者以外立ち入り禁止。うわー、おいしいなー。あと鴨川港行ってみたら関係者以外立ち入り禁止になってたんで、まあちょっとねこのご時世釣りやりにくいなーってことで、白ワインでエイヒレをやってみたいと思います。エイヒレで白ワインかな。うん、おー、青りんごの香りしますね。エイヒレと白ワイン合いますよこれは。
完全に飲みに入ってますね。もう、まあ、2杯目いっちゃいますかね。うめえなこれ。昔料理人駆け出しの頃にね、店長がね、まあすごくね落ち込んでるんでね、じゃあちょっと温泉でも行こうかって言って温泉行ったんですよ一緒に。そしたらどうも様子がおかしくて、店長なんかこういう感じでね、小さくなってね、お目目パチ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 ってやるんですよ。こりゃなんかあるなと思ってちょっとね聞いたら、実は僕こうなんですなで打ち明けられて、おーやばいかなと思ったら、僕まあもう一人コック若いお兄ちゃんがいたんですけど、彼のことがどうも好きにほの字になっちゃったんでだけども、どうしようかっていう相談だったんだよね。彼ね、普通の高青年だったんで、もう全然相手にされなくて、まあこちらの店長の方はね、なんか怒っちゃってね、振られた腹いせにいろいろバトルがあったんですよね。まあちょっとね、腹いせにこちらのお兄ちゃんのコックのことを、まあいじめに入るんですけどね、まあ彼が何かかっぱらったとかね、ちょっとちょろまかしたとか、まあそんな噂を立てられて、まあものすごい、そんなことやってないよってものすごい大喧嘩になったりね、まあ大変な騒ぎで、どんちゃん騒ぎで、まあ今考えてみればとっても楽しい思い出でしたね。そんなのもね、ちょっとね、えいひでかじりながらね、スナック行ってね、そんな状況の中で、まあ思い出をね、これをやってるとね、思い出しますね。今日も美味しさ爆発かどに入りましたね。二次会は A 君の身がねたっぷりあるんで、またまた唐揚げにしちゃいましたね。それでですね、鴨川に町崎川っていうのがあって、そこに取っ手があるんですけども、よく僕ねそこでねルアーでヒラメやったりとかシーバス狙ったりとかしてたんですけれども、ある日びっくりしたのはね、大きい塊が泳いできたんですよ。何かなと思ったらね、トドなんですよね。でびっくりしてね、いやトドがいたってみんなに教えたんだけれども、誰も信じてもらえなくてね、まあ福まあ嘘つき呼ばわりされちゃうかなと思ってたら、なんと1ヶ月後にですね、そのトドの1頭がちょっとね嵐でね怪我をしてシーワールドに捕獲されていたんだよということで、まあそんなこともありましたけどもね。あと、まあ、南方の野島崎灯台っていうところがあって、そこの磯で投げてるとき、今度はねアシカが出てきちゃったんですよね。アシカ、もう千葉県のアシカは全部絶滅したって聞いてたんですけど、アシカがいるんだけど何かな、目の錯覚かな、アシカいるよっても誰も信じてもらえない。何回行ってもいたんですけどもね、最近ちらっとね見に行ったら浅間爪いなかったんで、どっか行っちゃったのかもしれないですけどもね。まあいろんな釣りやってると、そんな面白い事件にあったりもします。一回はですね、いや危ないな、磯でね